こんにちは、タビニャンです。サンジェルマンのパン食べ放題に伺いました。60分1430円で1回2つまでレジを通さずに持ってくることができるんです。今回も撮影のご配慮いただきましてありがとうございます。サンジェルマンは毎月新しい商品が出るのでとっても楽しみにしてまいりました。最初にいただくのがさっぱりキャベツの欲張りフランク。こちらね、前回来た時には紅色のキャベツが乗っていたと思うんですが、今回はキャベツの酢漬けを乗せた食べ応えのある調理パンになっていました。パンはしっとりとした薄めのパンで、フランクフルトは結構ボリュームのあるジューシーなフランクフルトがドカンと入っていて、一番上にはキャベツが乗っているんですけれども、その上にはチーズを乗せてこんがりといい焼き色をつけたフランクフルトのパンなんです。こちらね、ピリッとマスタードの辛みが効いているので少々大人の味かなって思いました。お店に入ってパンを2つ取って会計で食べ放題を伝えて1430円払うんですけれども、この2つのパン温めていただいた方が美味しそうだなと思ったので温めをお願いいたしました。このパン食べ放題にはドリンクが1杯無料でつくんです。今回はホットンのカフェラテをお願いいたしました。フランクフルトがすごく存在感があるのですごくボリュームのあるパンなんです。毎回来るたびにこの欲張りフランクのシリーズはいろいろトッピングだったりソースだったりが変わるので毎回楽しみにしているパンの一つなんです。こちらとっても美味しいです。酢につけたキャベツが爽やかで、今回こちら一番お気に入りのパンでした。低糖質食パンのクロックムッシュ、このパンね、真ん中に照り焼きのチキンが入っているんです。そしてパンは甘めのないフレンチトーストみたいに卵液が染み込んでいて、とっても柔らかいパンなんです。このパン初めて見ました。11月の新商品の中にも入っていませんでしたし、今まで来た時にもこのパン見ることができなかったんですけれども、とっても柔らかくてジューシーで、中のチキンは少々甘めのソースがついていて、外のパンはしっとりとして、それでいてこんがりと焼き目がついていて、マヨネーズの線がけしているんですね。もともとクロックムッシュっていうのが1910年にフランスのオペラ座近くのカフェで作られたホットサンドイッチの一種であるそうなので、バターを塗ったフライパンで軽く焼いてベシャメルソースなどを塗って温かいうちに食べるサンドイッチのことなんですって。この上に目玉焼きを乗せたものをクロックマダムって言うそうなんです。すごくおしゃれな食べ物で、これもやっぱり冷たいよりは温めていただくのが正解かなって思いました。すごく柔らかくって、中のチキンも甘めで柔らかくってしっとりとしていて、鶏肉がちょっと苦手っていう私でもとっても美味しいと思っていただきました。ソースが染み込んだパンなので、このパンね、耳まですごく柔らかいんです。サンジェルマン、LINE でお友達登録してあるので、毎月の新商品の情報が入ってくるんです。次にいただくのが、釜出しビーフシチュー。こちらは11月の新商品です。一見、カレーパンなのかなって思うくらいの茶色い
周りがこんがりと焼いたパンなんですけれども、真ん中にビーフシチューのソースが下に敷いてあって、その上にはホクホクのジャガイモとブロッコリーとミニトマト、そして一番端っこの白いのが卵の白身なのかなと思ったんですが、こちらマヨネーズのソースみたいな味がしました。ビーフシチューはとってもコクがあって、上に乗っているプチトマトが酸味が効いていて、プチトマトを食べてるところは甘酸っぱいプチトマトの味がして、ブロッコリーはシャキシャキ食感も残っていて、一番端っこには皮がついたジャガイモが乗っていて、3種類の味を楽しむことができるんです。こちらね、パルメザンチーズがかけてあるようなので、この白いのはパルメザンチーズの味のようでした。周りのパン生地は結構しっかりとしたパン生地で、薄めのパン生地なんですけれども、ボリュームがあって食べ応えのある一品でした。こちらの店舗のイートインスペースとっても広いんですね。そして利用している方はシニア層の方が多いんだなって思いました。今回11時お邪魔したので結構にぎわっておりました。9月に発売された和歌山県産温州みかんと洋梨をたっぷり使ったホイップクリームのサンドイッチ、これねとってもお気に入りで、この前来た時にもこちらを選んだんですけれども、今回もやっぱりこちらを選んでまいりました。サンジェルマンのフルーツサンドは、なんといってもパンがふかふかもっちりしっとりとしていて、フルーツサンドにとってもよく合うなって思っております。中のクリームはそんなにしつこくなくって、コクがあって、洋梨はシャキシャキ食感が美味しくって、真ん中に入っている温州みかんがとっても甘くってジューシーで、じゅわーっと果汁が染み出てくるのが美味しさの秘訣です。こちらね、温州みかんとばかり思っていたんですが、今調べたらこちらは温州みかんと言うそうなんです。皮が薄くって剥きやすくって食べやすいのが特徴なんですって。みかんの皮がとっても薄いので、食べていて皮が全然気にならないので、これが温州みかんの最大の特徴なんですね。とっても甘くって美味しいみかんがサンドされていて、やみつきのフルーツサンドです。アップルパイをいただいてまいりました。いつもねアップルパイ気になっていたんですけれども、食べることができなかったので、今回はアップルパイと、そして新商品を取ってきました。このアップルパイ、アンズのジャムが表面にたっぷりと塗られているんです。そしてパイは何層にもなっていてサックサクなんです。煮たリンゴがぎっしりと詰められていて、この端っこのパイの下、こちらはパイだけなのかなって思ったら、この端っこにも煮たリンゴがぎっしりと詰められているのでお得感がありました。リンゴは少しシャキッとした食感を残しながらも甘さが控えめで、リンゴの旨味がとっても生きているアップルパイです。パン屋さんで売っているアップルパイでこんなにもクオリティの高いアップルパイ、300円台なんてとっても驚きの価格だなって思います。優雅にお皿に乗せてフォークでいただきたいって思えるような美味しいアップルパイです。サンジェルマンは定番の商品もたくさんあって、お気に入りの商品もいっぱいあって、しかも毎月毎月新商品が出るので、食べ放題に来た時にはあれも食べたい、これも食べたいって思う商品ばっかりなんです。今回食べ放題でアップルパイを食べたの初めてで、このアップルパイも毎回食べてしまいそうな美味しさでした。11月新商品のジュノワメール、一口食べてびっくり、中がね
こんな風に空洞なんです。上には甘いお砂糖がトッピングされていて、ちょっとそれがね固まっているんです。そして中は空洞なんですけれども、メープル風味のジュワッとしたソースが中に塗られていて、こちらねとても甘さ控えめで、低糖質の生地を使ったパンなんですって。メープルシロップ風味のパンで美味しいんですけれども、パンの生地はね薄くて中がねふわっとしているんです。そしてこの中たくさんクリーム入ってるのかなと思って食べてみたんですけれども、ちょっとね寂しいなっていう感じが残るパンではありました。低糖質のパンなので糖質制限をしているっていうことなんでしょうかね。摂取量が少なくなる分、血糖値の上昇が少なくなるっていうメリットがあるんですって。インシュリンの分泌量が減るので、その結果インスリンの働きが緩やかになるので脂肪がつきにくくなるっていうメリットがあるようです。ビエノワ粒入りのピーナッツ、こちらねピーナッツバター大好きで、細かく切ったピーナッツの粒粒も入っているので、とっても食感が楽しいパンなんです。このねパンは結構ボリュームのあるパンなので水分持っていかれました。ビエノワっていうのは長いパンで、皮は柔らかくって深い切り込みで装飾されているパンのことなんですって。この深い切り込みは装飾だったんですね。この切り込みのようにちぎって食べるっていうパンなのかななんて思っていました。ピーナッツのつぶつぶ入りでとっても美味しいピーナッツクリームが入っているんですけれども、パンの量に対してもう少しピーナッツクリーム入っていても、またはバターのクリームとか入っていたら美味しいのかななんて思いながらいただいておりました。おやきみたいな形をしたくるみパン、このくるみパン大好きなんです。中にねチーズが入ってるんです。クリームチーズがいっぱい入っていて、周りのパン生地はやや薄めなんです。そして周りのパン生地の中にもくるみがたくさん入っているのが大好きなんです。パンの表面にもくるみがトッピングされているので、ナッツが大好き、そしてクリームチーズが大好きっていう私はこのパンとってもお気に入りなんです。サンジェルマンに来たら必ずフルーツサンドと一緒に買っていくっていうパンの一つなんです。11月新商品の塩ロールシャキッとリンゴキャラメル、こちらね真ん中にたくさんの煮た角切りのリンゴと、あとはキャラメルソースがいっぱい入っていました。塩ロールパンなんですけれども、すごいこちらね弾力があるんですよ。ムニュットドーナツの10倍ぐらいは弾力があるパンで、一番下はちょっとねカリッとした焦げ目がついているんです。上には岩塩がトッピングされているみたいで、この岩塩がコクがあってそんなにしょっぱくなくって甘みをより引き出しているっていう美味しい岩塩なんです。サンジェルマンには塩ロールっていうのと塩バターっていうのがあるんです。以前来た時にこの塩バターっていうのも食べたことがあって、これはバターが真ん中にサンドされているのかなって勝手に思って取ってきたんですけれども、塩ロールと塩バター私にはあまり違いがわからなかったんですけれども、11月の新商品の中には塩バターシャキッとリンゴキャラメルっていうのもあるんです。今回はこちらの塩バターっていうのは販売がなかったので、今度来た時には塩ロールと塩バターどんな風に違うのかなって試してみたいと思っております。さすがパン屋さんだけあってパンの種類が実に豊富なので驚きます。この塩ロールはすごく弾力があるんです。初めてサンジェルマンのパン食べ放題で
クロワッサンを取ってきました。クロワッサンなのでサクっていう音がするのかなって思ったんですけれども、こちらはしっとり系のクロワッサンでした。そして白いアイシングとマーマレードがトッピングされているんです。このマーマレードの皮、ほろ苦くってアイシングの甘さと相まってとっても美味しいです。マーマレードが入っていたのでオレンジクロワッサンなのかなって思ったら、オランジュっていう風に書いてありました。このオランジュっていうのがケーキ用語でオレンジのことを表すんですって。このクロワッサンとっても大きかったんですけれども、すごく何層にもなっていてしっとりとしていて、見かけほどのボリュームもなくふんわりとしていたので、すごく食べやすいクロワッサンだなって思いました。アイシングもそんなに甘さ控えめだったので、甘さがしつこくなくって、適当にほろ苦いマーマレードの味もしてとっても食べやすいクロワッサンでした。 LINE でお友達登録しておいたので、オーダードリンク1杯おかわりのこちらのクーポンを使うことができました。オレンジジュースをいただきました。アイスのオレンジジュースって結構量が多いんですね。パン食べ放題では1杯ドリンク無料でつくので、次回からはアイスのオレンジジュースにしようかななんて思いながらいただいております。朝はとっても寒かったんですけれども、お昼になってとってもいいお天気になりました。最近は暖かい日が続いております。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルでは美味しいものをどんどん紹介していきます。気軽にコメント、グッドボタン、ご登録お願いいたします。また次回お目にかかりましょう。バイバイ。